深海2000深海6500海洋海嶺地球シミュレーター国立研究開発法人海洋研究開発。機構は文部科学省所管の国立研究開発法人である。略称は j ャン s t ック海洋機構。既存の調査船や潜水船などに加え2004年の独立行政法人化の際に 東京大学海洋研究所から移管された調査船を用いて海洋、大陸砲、深海などを観測研究する。スーパーコンピュータで地球シミュレータなどの大型計算機を用いて気候変動や地震などに関するシミュレーション研究をする。1971年10月1日、認可法人として海洋科学技術センター設立。二千四年四月一日、 海洋科学技術センターは解散同時に独立行政法人海洋研究開発機構が発足。2015年4月、独立行政法人海洋研究開発機構から国立研究開発法人海洋研究開発機構に名称変更した。海洋研究開発及び関連する地球物理学研究開発のために設置された研究所である。 日本最初の深海潜水艇の開発をはじめとして国際地球観測プロジェクト推進のための研究船などを開発し運用する。また、長時間有人探査の難しい海航探査を目的とした無人探査機等を開発し運用する。スーパーコンピュータで一時期世界一となった地球シミュレータを運用するほか大陸方に存在するメタンハイドレート 海底熱水交渉、石油、天然ガスなどの資源を調査研究する。東方製作の映画、日本沈没では、本研究開発機構の機材をそのまま使用した。また、NHK と BBC が制作した、プラネットアースでも、番組ナビゲーターの大型県が、深海からレポートを行う際などに、本機構の深海探査艇を使用した。二千二十年一月現在、 船舶の運航、管理業務は日本海洋事業に委託、船員はグローバルオーシャンディベロップメントから派遣されている。ありがとうございます。